はいどうも、書道屋ゆさです。牛丼の吉野家さんの家は家、松屋さんの家は屋台の家。今日はですね、会社と業者の違いをしっかり見ていきましょうか。結構ね、会社と業者の違いってわからないもので、ただ業種は続けて書けばいいっていうものじゃないんですよ。なので今日はですね、私が目黒駅で愛用している牛丼の吉野家さんの例に、会社と業者の違いをしっかりと見ていきましょうか。例えばですね、こちら2枚比べてみたら、おっ、これ2枚とも業者じゃんと思うかもしれません。例えばね、ヴィトンのブランドで見ていくと、どうでしょう皆さん、こちらどっちが本物で偽物だか区別つきます？どちらがね、本物か偽物かわからないぐらいだと思うんですよ。ちなみに本物は右なんです。でですね、本題のこの楷書と行書の違い見ていくと、一つはですね、書道的には楷書で、一つは行書なんですよね。さあ、どちらが楷書でどちらが行書か皆さんわかります？正解は左が行書なんですね。じゃあなぜですね、こちらの方が行書じゃないのというかというと、それはですね、基本的に楷書の基本原則にあるんですよ。じゃあですね、楷書の基本原則ちょっとおさらいで見ていきたいんですが、3つあるんですね。ではですね、この楷書の基本原則を見ていくと、まず一番こちらの右側が、これが楷書なんですが、まず一つ目の基本原則が、すべての空間、こういったですね、すべての空間が基本的に均等であるということなんですね。どうでしょう、例えばこちらの家もね、見ていく、すべての空間が均等になっているわけです。で、続いて2つ目、下が地面だとしたら、下が地面だとしたら、ちょうど中心を通りまっすぐ立っているということなんですね。で、続いて3つ目、文字にはね、これ目には見えないんですけれども、おへそというものがありまして、そのおへその位置がちょうど美しい楷書というのは真ん中にあるんですね。じゃあそれを踏まえて、この真ん中のですね、この行書のような書体を見ていくとどうかというと、まず全ての空間がどうでしょう、均等なんですね。全ての空間が均等。続いて下が地面だとしたらどうですか、これ楷書と変わらずちょうど地面に対してまっすぐ立ってますよね。で、続いてね、文字のおへそも見ていくと、楷書同様、またこれもおへその位置が真ん中にあるんですね。少しだけ楷書よりも流れがある書き方ではあるんですが、これはですね、書道的にはこれは楷書に分類されるんです。ではですね、続いて行書の説明をしていくと、まあ、じゃあ行書の基本原則って何っていう答えが返ってくるかもしれませんが、基本的にはありません。一言で言うとですね、この楷書の基本原則が崩れたもの、それが行書なんですね。例えばですね、楷書では空間均等でしたけれども、今こちらの左側の吉野家見ていくと、空間の広さがバラバラで、黒いところがあったり広いところがあったり、例えばこの家を見てみても、こちらが黒かったり白かったり、空間がばらけてるんですね。で、あとは楷書は全て横線が平行に動いてるんですが、行書はそういった横線の角度さえも変わってきたりします。下行ったり上行ったり、自由な運動をしていくということですね。で、続いて下が地面だとしたら、下が地面だとしたら、楷書はまっすぐ立ってましたよね。ただ行書の場合はどちらかというと左へ傾くような形をしてます。続いて3つ目、文字のおへそが楷書体は真ん中とお話しましたけれども、こちら見ていくと頭が大きく、ちょっとだけ文字のおへそが下だったり、流れを使って書いていくので、今度は文字のおへそが上になったり、
こういった文字のおへその位置も上がり下がりするわけですね。あとはね、ちょうど楷書というのは左右が相称なんですが、例えばこうやって中心がずれてくるというのも行書の特徴なんです。でですね、どちらが大人っぽくてエレガントな文字かっていうと、まあ確かにね、こちらでも行書っぽいからいいんですが、これはね、楷書のお習字に毛が生えたレベルなんです。ほら、皆さんわかります？ちょろっとこう流れがあって毛があるじゃないですか。こちらの方が大人っぽくてエレガントなんじゃないかなって私は思います。ということで、ぜひね、皆さん街中でもね、筆文字って見る機会がありますので、どれが楷書でどれが行書か見極めてみても面白いかもしれないですね。はい、ということで今日はですね、楷書と行書の違い見ていきましたが、まあ結果としてね、まあ吉野家さんの牛丼も松屋さんの牛丼もどちらも美味しいという結果になりましたけれども、皆さんはどちらがお好きでしたか？またですね、文字に対する疑問質問ありましたらですね、動画のコメントぜひお待ちしております。それではまた次回、 See you next time! Ha 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 ha!